何なんか待って、何なの、怖いんだけど、ちょっと誰やだ、ちょっと嫌なんだ、引くよ、本当車体を映さないように撮ってんの、引く、いらっしゃい、こんにちは、いいんじゃない今日グリーン、ありがとう、いただきますジョニア。これ今さ、これ何食うの、めっちゃ楽しいんだけど、朝日見えちゃったからさ、うん、あ、飲みたい、いただきます、飲みたい、ちょっともうついついね、あ、ビール汚せて、違う、違う、はい、あ、スリッパ履いて、スリッパ、私最近毎晩飲んでんだよ、マジで、ちょっとしたの飲みたくない、どうしたの、熱いと飲みたくない、いや、私毎日そんなこと言わなくても、だけどさ、熱い、可愛いんじゃないか、ありがとう、な、何今日何の気してんの、え、何の気してんの、そういう格好してきたの、テーマ今日、え、え、なんか撮ってるよね、うん、なんか使いそうなのと使おうとか思ってるよ、ね、思ってる、え、珍しくない、そういう襟、そうでしょ、このシャツ、これさ、なんかシャツってさ、私あんま持ってないじゃん、シャツ着ないよね、かるでしょ、昔から、でもなんかシャツっていいのかなって思って、この年だし、なんで思ったの、そういうふうに、なんかさ、この袖感が、うん、もうかわいい、こういう袖感が欲しくて、かわいい、たまたまネット見てたらさ、かわいい、あ、これもなんかこのスカートに合わせるやつを探してたの、うん、何もなくて、かわいい、でこれを買ったら、私好きじゃん、そういう、そうだよね、案外良かったのよこれ。うん、てかシャツは着た方がいいよ。そうだね。シャツは。四十何年間着てないって方が。別に四十何年間着てなかったわけじゃないんだけど。わけじゃないんだけど、あんま持ってないよね。私あんまシャツね。今年カーディガンいっぱい買ったの。なんかわかんないけど、カーディガンって便利だなって。いらなくない？カーディガンって別に。そんな一枚とか。なんで？色地？色地とか。あ、いい、座ってていいのよ、あんまり私の方が小さい、頭が大きいなと思う、そんなことないよ、夜飲むともうほんとこんなだよ、朦朧としてなっちゃう、携帯とか見ながら、うん、もう携帯落としたり、でもなんかほんと家のこと何でもする気がなくて、休みもなんかもうずっとゴロゴロしてる感じ、もう全然片付けるのもめんどくさいし、洗濯ってどうしてる、洗濯も夜あのさ、下としてもさ、畳む暇って畳めない、すっごい部屋にあの乾燥させてる部屋にめっちゃこんななってでもそういう部屋あるからいいじゃん、でも私はそれないからあれだけど、ほっとくとあれだ、洗濯をためるというより洗濯を畳むのが、うん、めんどくさい、昨日だから土曜日にまとめて頑張ってやって、昨日ようやく終えた、何週間分のなのだろうかみたいな、そうするとさ、なんかさ、何がどこにあるかも分かんない、もう分かんなくなるし、精神的にやむやむ、やれない自分みたいな、そうで、なんかやれない自分にやむ、あ、もう忙しいけど、でもなんか動かなきゃって思うんだけど、片付けんめんどくさくて、だからさ、本当に家のことやりながらの仕事してる人って本当にすごいだよ、だから年々きつくなってくる、やっぱ年なんだと思う、うん、なんかやってたよね、30代とかはそうやってたよ、偉いと思うよ、迎えに行ってさ、保育マン、でも今日もママ、でもちゃんとご飯も作ってたし、ね、私よりも家事はちゃんとやってたと思う、家事やってた、やってた、やってた、うん、やってた、やってたよ、でも思ってた、若かったんだよね、もうできないね、いや今でも頑張って作るけどさ、うん、もうすっごいめちゃくちゃ元気だよね、作ってるだけ偉いよ、スピーディーメニュー、え、作ってるだけ偉いじゃん、やってみた、買ったりするよ、買ったりするよ、買ったりするよ、私もだけどさ、やっぱ栄養取らせないとさ、だからそう思いつつもできない時って、うん、かる、ある、だから今すごい罪悪感、結構なんかちゃんと食べさせてない、わかる、すっごいわかる、めちゃくちゃ、あ、どうしようもなかったよね、買い物してないし、うん、なんか疲れてるし、でも子供たちは喜んだの、うん、逆になんか、うん、え、スパイっていうみたいな、うん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 、パスタみたいな、うん、でもこっちはまあでもしょっちゅうだからないなと思いつつ、うんうん、でもいや買い物してれば作るの、うん、買い物もしないのよ、うん、そういう時って、うんうんうん、それ冷蔵庫に使える材料がないから、うん、どうしようもないんだよね、うん、買い物だけでもして入れとけばいいんだけど、買い物する時間もないとかあるから、うん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 、なんか
めちゃくちゃわかる。だから昼全然買い物行かないとするじゃん、うんうん、ちょっと夜ご飯食べさせてから、うん、8時とかにスーパー行くの、7時半とか、うんうん、それで空いてるのね、うん、空いてるね、で値引きもあるじゃん、うん、でゆっくり買い物してくるの、うん、なんか人も少ないし、うんうんうん、なんかもう昼間その捻出できなくて時間が、夜なんとか食べさせてから行くと、うん、なんかこっちも精神的に、うん、まあ、あるもので作ってね、うん、なんかその葛藤だよね、自分を責めちゃうから、そう、でもすんごい疲れるからもう本当動かなくて体が、うん、もうなんか自分のもう体じゃないんだよね、自分の体じゃないみたいって、ないのに操れないし、ね、もう階段も登るのもきついし、うん、朝からもうなんか頭も動いてない感じだしさ、もう起きた瞬間疲れてるの、疲れてる時ってあそこもうずっと疲れてるの、起きた瞬間かもう全然疲れてなくて、さすがにこれはやばいと思って薬局行って、そっか、今日はでもなんか会えないと思って、ごめん、うん、いやいや、もう昨日の時点で会えないってなったじゃん、うん、だから今日はもう朝からずっと編集してて、うん、それで連絡来たから、うん、うん、まあそのお風呂でも入りたくて、うん、そうだね、1時ぐらいに入って準備してたらあっという間に3時だった、よかった、あっという間だった、あっという間だよね、いろいろやってると、でも2回掃除機とかかけてなかったから、うん、クイックルワイパーで、うん、髪の毛すごくて、あーすごいよね、わかる、どこからここでもうち広いから片付けるの大変だもんな、めちゃくちゃ綺麗じゃん、だってその物は少ないのと、うん、あとはなんかもう散らかる前にやっちゃうから、うんうんうん、多分そんなに大惨事にはなってないだけで、うんうんうん、物多くてほっといたら絶対になる、うんうん、そう、うちもそこまで物多くないけど、それでも散らかるもんね、やっぱり、ね、散らかるけど、だから、うん、その日のうちにリセットするしかなくて、うんうん、もう朝だよね、朝、うん、もうさ前はね、朝晩リセットしたの、寝る前も必ず朝起きた時に気持ちいいようにやってたんだけど、あと私がもう疲れて、そんな片付けとかの世界じゃないのよ、うん、だよね、うん、だから朝だよね、朝起きた時にまずご飯作る前に軽くリセットして、うん、掃除機とかかけないんですよからだね、うんうん、この辺とかもあるものとかさ、うんうんうん、その辺なんかあったりさ、うん、それも精神衛生上嫌なの、うん、言われるんだよね、うんうん、あ、きったなぁと、うん、落ち着かない、なんか綺麗ず片付けるの嫌いなんだけど綺麗好きなの、うんうんうん、あの片付けるのが掃除が好きじゃないけど綺麗なところにはいたいからやったのよ、どっちも見て、あの綺麗掃除好きだったらいいんだけどね、うんうん、松井和代さんとかああいう系、すごいね、ああやっていつでも動いてできるってね、でも一緒に生活してる人疲れるだろうね、だってその人にも絶対それを強いるから、うん、そう、絶対ね、そうでしょ、自分だけでね、あれせなったらいいけど、子供にもね、あとさ、ずっと動いてられるとこっちも気になっちゃうじゃん、多分ずっと動いてるよね、気になっちゃうよね、こっちもさ、なんかそういう人といると疲れない、疲れる、え、ポテト食べていい、いいよ、食べよう、なんかさ、あの家族と行くとさ、うん、あのたこ焼きとか、あー、美味しいのなんか何でも美味しくない、サイドメニュー、イカの箱舟とかも美味しい、そう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 、あれってなんだっけ、イカなんかマヨネーズみたいなのかかってるみたいなやつ、何でも美味しい、え、何食べる派、私ね、チーズバーグディッシュか、おろしそう、オーソドックスだね、オーソドックスなの、何食べんの、でオーソドックスだね、何食べんの、私チーズフォンデュとか、あー絶対食べない、お願いします。はい、じゃあおろしそバーグディッシュの 150g を1つと、おろしそバーグディッシュの 150g を1つ、はい、この何、どうしよう、私フォンデュかな、やっぱりフォンデュ風、フォンデュ風チーズ、はい、グラムはどうしますか、150、はい、あとマーメイド、でもこれご飯つかないんですか、ご飯ついてます、あ、つくよね、はい、マーメイドサラダが一つと、はい、マーメイドサラダが一つ、はい、あとポテトが一つ、はい、フライドポテトが一つ、はい、とりあえずそれで、はい、めっちゃ落ち着かない、力、あ、声も出ない、力も、もう今
そういえばこの間もそんな感じだったね。この間なんだっけ、なんだかいつだったかの時もそんな感じで、目はもうさ、それでさ、ご飯食べたら急にうるさくなんだよね。どうしよう、覚悟してご飯食べた瞬間からピカーってなって、ねえ、どうしようかいいねーって。あったお腹空きすぎて元気なくて、なんかすごい今日テンション、はい、こうやって今日テンション低いんだなって思ったら、お腹空きやめとくかもね。真ん中のとこ、それでなんか食べさせたらじゃないけど、食べたら急になんか上がってきちゃって、え、どうしたみたいな。さっきまであんなだったのに、お腹すいたね。なんかね、まともに、もうなんか食べてないよね。上の空みたいな。そう、今上の空。何も聞いてないでしょ。正直、本当何にも。ほっといてほしいぐらい。ほっとくわ、少し。私ね、びっくりドンキのポテトすっごい好きなの。私あんま食べたことない。いただきます。北海道好きしかしない。北海道だから美味しいんだよ、ね、うん、びっくりドンキ、うん、私さ、今日さ、2階にさ、子供たちいるからってさ、うん、あーもう夏休みやな、お昼ご飯ださーとかってすごいブーブー言ったらさ、うん、息子がさ、降りてきてさ、うん、夏休みお昼ご飯お願いしますって言ったら、かわいいねなんか、え、こう言ってたったら、うんっていうか、あれ、本心じゃないからね。息子には甘いからね。いや、でもさ、息子は可愛いわな。可愛いわよ。だって、サッカーの応援行くじゃん。他のお母さんとかやばいよ、もう。あ、本当？もう、隠さないもん。うん、隠さないもん、みんな。うんうん、もう、うちの子可愛いみたいな。隠さないよね。隠さない。今のお母さんだって。自分の子供の名前言って、うん、かわいいです、かわいい、4人いたら4人かわいいって言う。うまっ、うまっ、うまっ、やっぱり飛んでた。ごめん、私も食べたし、元気になってきた。だから急に元気になってきた。マジビビったよ。今なんか糖質、急に糖質入れたら目開いてきた。食い始めた。わかる、うん、私今もうビンビン。めっちゃわかる。急に喋る。言おうかと思って、なんか来たねって。あ、今日ダンボールの日やー。なんかめっちゃ暑い。暑い。久しぶりにしてくれた。ね。めっちゃ久しぶりじゃない？久しぶり。え、てか年単位で行ってないんだ。やばいね今日。
違う。なんだろう、あれちょっと歌ってよ、私あれ忘れちゃった。あれでんぐり返しの日々、かわいそうなふりをして、リズム乗れない今日。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋。続けなければな。あ、イケメンじゃない隣。あと。